guys! 今日からシーサイズストーリーというゲームをやっていきたいと思います。この荒れた室内どうなってるのをワンちゃん教えてというわけで、会話をスタート。こんにちは、シーサイドストーリーへようこそ。私の名前はバーブル、まあコーギーだわん。コーギーだけど半分魚なの。冒険に出かける準備ができたならゲーム開始を押してね。はぁ、行ってきます。海の物語。どんな大冒険がやってくるのでしょうか。海荒れてないですか。想像してたやつと違う。大しけの日なんじゃないですか、これ。やばいやばい。座礁というか、転覆というか、ここは、一体、どこなんだえ、絶対、ジョニーになってませんか、私。バブル、ここはどこなんだよ。目が覚めたら。ああ、やっと、あ、ステラちゃん。やっと目が覚めたのね。かなりの暴風雨が押し寄せて、ボートから海に投げ込まれてしまったんだわん。そんな日に船出すって、お前らが悪手やからな。君が力を貸してくれたら灯台を元の姿に戻せる。いや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 。あー、島送り。飛んだ島送りに会いましたね、私は。で、オリーブに何かを聞かないといけないらしいな。このニョロニョロアシュは何ですか？あー、絶対ミミズだ、こりゃ。船を出す。島に投げ込まれる。ここで生活してくれ。島で生活をする。この島が潤うっていう、すごい悪い島送りだ。はめられちゃったわ。とりあえずこれ、ミミズ、ミルワームがないと釣りができないと思うので、これはしっかりと集めておこうかな。無限湧きかな。ミルワームの数だけ魚が釣れますから。カモメ、私を連れてってくれ。ジョニー、動物の森が聞こえてきちゃう。あつ森が聞こえる。オリーブは君かい？魚。売った魚はドルと交換できる。マーズちゃんね。はいはいはい。1日1種類のお魚を高く買い取ってくれる。で、はいはいはい。あんまり売りすぎると買い取りをやめてしまうと。はぁ、釣りすぎないのが良い釣り師ワンって。ここで生活させようとしてるやんけ。いやいや、ペリピート、君が取引をしてくれるというやつはね。こういう魚が釣れますよと。船乗ってどっか行ってこいって、そういう話だね。早い話が釣りをしろってことだ。で、君の名前は？オリーブ、釣り仲間よ、ハロー、私オリーブ、今から釣りのすべてを教えてあげるよと。投げて釣る、それだけでしょ？それだけだろ。大丈夫、できる。私にはできる。動物の森で仕込んだ釣りの技術があるからね。魚は怒っているか疲れているかのどっちか、怒っている時には釣っちゃダメと、疲れてきたらリールを巻こうよと、そういうことでございますね。オッケー。大きな魚が寄ってきたら心の準備をした方が良いと。釣りのコツ、疲れているように見えたら釣り上げる。できます。でっけえ魚を釣りたいんでい。なんかもう魚がちらほら見えますね。ワームも取ってるんで、ここで釣りができそうだ。ここから魚が寄ってくる。できてるけど取れない。ん？なんだ？餌をつける工程が必要なのかな。これでできると思うんだけど、早とちっちゃいけねえよね。ちょっと待っていれば食いつく。リールを巻いていく。飛び跳ねる。腹に引っかかった気がするのはなんだい。なんだ？2ヒットしたような気がしたけど今。これが魚が怒っている状態っていうことが、疲れてる状態を見ないといけないなぁ、ということで第2投やっていこう。いけんのかなぁ。なんかちっちゃい魚の他に大きい魚も釣り上げちゃったような気がするんだけど、糸の残骸が浮いてるような気がする。あそこに、あれも地球のね、海のゴミと化してしまうんで、後で取りに行きましょう。これはね、流される波がないからまだいいけど、ああいうのを放っておくと地球がね、ちょっと悪い環境汚染になっちゃうんで、ああいうのは取っていきましょう。この前、秋田に帰省した時に海がどれだけ汚れているかっていう現状をね、知ってしまったので、いやー、ああいうのは逃せないですね。というわけで、あれは拾いに行こう。いやー、こういう、あー、海の中綺麗だね。すごく素敵だよ。直接枯れたりはしないっぽいな。あれが直さないといけない灯台か。はー、マップはとっても狭いけど、これから広がっていく感じなのかな。こいつ、食べたい。こいつ食べたい。モンハンでこれのバカでかいのをちょっと取って飼って遊んでた時があったな、最近まで。カモメもいるし、鶏肉にも困らなそうなんですけど、いまいちまだ始めたてだから勝手がわかんないな。カモメって食べれるんですかね。
で、ヤドカリもなんかいまいちまだ捕まえれる算段がなくって、どうやらちょっとこっちを見るなり逃げるんですよね。どうなるんだろうこれ。取り方がわかんない。新しいマーコーギーじゃん。トークしようぜ。ボートは命。ああ、そう。そんなに立派なヒレがついていて、フィンがついていてあなたは泳げないのかい？このヤドカリは、ああ、やっぱ取れないし逃げるね。何か、これから何かあったら取れるようなカゴ網でも手に入るのかな。とりあえず探索してもいいかな。マップがちっちゃいし、上に登れそうだから、ああ、道になってますね。上行ける行ける。ここの？あ、マーコーギーもいるね。ちょっとお話ししてみようかな。ハローハロー、君は、なんていうお名前なんだろう。ヨギ、新しいお家にようこそ。今まで見たことない感じでしょ。あ、もうなんか、あれ、私の家でした、ここ。私の家、切ったねー。暴風なのか台風なのかが、こう、してしまったんでしょうね。そっか、私の家壊れちゃったか。これを直す作業もできそうだ。お、ヘルメット被ってる。君の力が必要そうなんだよ、ワンワン。建築家の作業台。はぁ。何かやっぱ、釣ってお金にして持ってこないといけなさそうですね、これは。いいね、ドルが砂ドルっていうのがいいですね。自分でそのドル作りゃ、できんか？なんかこう、砂浜で砂集めて、ドルにできないでしょうか。あー、なんかマップ自体は本当にこの円の中で生活してくださいっていう感じか。気軽に攻略できるかなっていうのがちょっと嬉しいところではありますね。灯台の中には入れないと。いやー、なんかフィールド広がりそうじゃない？奥に何かある。足が滑ってちょっと落ちちゃったんだが。これは、あー、ダメージ増減がないのがいいですね。こういう場所を変えたりとかしたら釣れる魚が変わったりとかしないかな。これが水魚体？なんか釣れてんのかな。なんかすごいいっぱいかかってるような、かかってないような。いつ釣れるんですか。いつ巻いていいんですか。いつ巻いてるんだろう。なんだ今か、今かな。最初にかかった魚と今かかってる魚が違う。なんだろう、ちっちゃい魚が大きい魚を捕食して大きくなっていくみたいな感じなのか。釣った後の音めっちゃいいな、これ。あー、なんか音楽好きにはたまんねえ。こんな、なんかフグっぽいのが釣れました。明らかに毒みたいな色だね。釣り堀でお父さんに釣れられて、釣りに鮎とか釣ったことはあるんですけど、実際こういう感じで釣ったことなくって、いやー、ちょっと船も乗れるんでしょ。私がしたことないことをいっぱいマイクラの世界はやらせてくれてすごく嬉しいんだけど。今度は、あ、ちっちゃいのが釣れそうじゃないこれ。 BGM が良い。ちっちゃいグッピーみたい。グッピーか。あー、なんかじゃあ最初になんかちっちゃいのが、小魚がかかります。で、その小魚が釣られてるのを見てパクって他の大きい魚が食べるを繰り返して、だんだんなんか大きくなっていくんだ。売り、なんか一日一匹高級で買い取ってくれる、あのペリなんちゃらがいるから、あいつが指定したものを釣っていけば高く売れると。いいんじゃないの。いい生活なんじゃないか。スローライフなんじゃないか。あ、また新しい種類釣れた。私は荒れた海しか知らないから今すごく楽しい。次回船に乗る。みんなもまた見てくれよな。